最後安全に。作業内容安全指示工人員の方を日記建設さんの方からお願いします。おはようございます。日記建設本日の作業は、除染場周り、および、汚染水のタンク周りにおきまして、トラロープの設置、安全指示工は、引き渡し部と、生きてる配管なんで、作業手順の確認で作業を行います。以上です。とあとは油関係の積み込み、積み下ろし、あとはロータリーでの資材の誘導になります。安全注意事項として、荷束地中はですね、フォークリフトが頻繁に歩く工具の取り扱いについてはですね、十分注意していただきたいと思います。本日も安全作業で頑張ろう。安全に。正常であることを確認する。警報、ATSP、RHOP、C、監視。この後、徐々に警報を取り、
クロスの